今日はこのカラスを降りたいと思います。まず色のついている目を上にして対角線で折り筋をつけます。次に裏返して縦横に半分に折り筋をつけます。対角線で折ります。広げて潰すように折ります。中心線に合わせるようにして折り筋をつけます。折り筋をつけます。つけた折り筋を使って広げて潰すように折ります。反対側も同様です。ここまでの折り方は鶴と同じです。角を横に折ります。上から1枚折り下げます。中心線で山折りします。中割り折りで頭を作ります。段になるように中割り折りを2回繰り返して足を作ります。これでカラスの完成です。どうもこんにちは、折り紙講師のズーミーです。折り紙動画随時更新していきますので、よかったらこちらからチャンネル登録をお願いします。質問などありましたら気軽に下のコメント欄からお願いします。ではまた動画でお会いしましょう。ありがとうございました。